園三上駅は、新潟県三上市下須頃にある、東日本旅客鉄道の駅である。県央地域を代表する三上市と燕市に位置し、所在地は、北側の燕市、南側の三上市にまたがっている。陶器場は、駅長室のある三上市を、所在地としている。JR 東日本新潟支社が管理する直営駅で、新津地区に所属する管理駅として、 八彦線の全駅と、越後線の明宝寺駅牧駅間、新越本線の帯寄駅保内駅間の、それぞれ直営駅を除く全駅を、統括管理している。事務官コードは30万1185を使用しており、当駅の新幹線での営業キロは三条市側にある、新越本線東三条駅のものを順用している。新幹線の上越新幹線と、 在来線のや彦線が交差する地点に所在し、両路線の接続駅である。上越新幹線開通に際して、当初より設置が決定していたが、新幹線の建設計画が立案された当初は、新潟駅と長岡駅を結ぶルートが、大まかに決まっていただけで、駅の間隔が60キロ以上離れてしまうため、中越地区北部の県央地域にも駅を作ることになり、 当地周辺への建設が浮上した。在来線のヤ彦線と接続させることで、観光名所である八彦山や八彦温泉、さらに海岸にほど近い寺戸狩港などへの玄関口へとなることが期待された。しかし、所在地である園子と三上市との激しい誘致合戦の結果、どちらかの市へ大きく偏ったルートにはしないことを基本に 新幹線のルートを決めたことにより、建設地が、園市と三条市の境界上に位置することになったため、駅名を決めるにあたり難航することになる。園市三条市には、歴史的な確室もあり、駅名を付与する際には、新三条新園、燕三条三条園など、複数の案をめぐって、両市の間で紛糾を極めた。一度は三条と 縁の双方の都市名を駅名に織り込むことで、とりあえず合意したものの、今度は縁と三条のどちらを先にするかで、再び紛糾する事態に陥った。結局、田中角栄らの仲裁により、駅名はツバメを先にしたツバメ三条都市、駅長室を三条市側に配置して、所在地を三条市とすることで、最終的に合意した。 行政区画上は南北を貫く上越新幹線のホームは市の境界をまたいでおり駅舎の東西に向かって走る八彦線ホームは北側の遠視川に位置している当初の建設計画では新幹線八彦線とも同じ北側に改札口を設けることになっていたが蒸気のような経緯から計画を変更し改札口を別々に設ける形となったなお 駅の目の前にある北陸自動車道のインターチェンジの名称が、当駅とは逆に所在地が、遠子にもかかわらず、3条が先につく3条円となっている。新幹線改札口駅機能を有する2階の新幹線改札口周辺には、自動改札機、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、指定席券売機、屋内待合室、コインロッカー、 売店のニューデイズが設置されている。在来線改札口在来線改札口手前の鳥いつばめ条ウィングエスカレーターと階段を挟んだ反対側の在来線改札口周辺には観光物産センターのつばめ条ウィングエレベーター、店舗、多目的トイレ併設の化粧室、乗車駅証明書発見機、簡易型自動改札機が設置されており、1階には店舗、 三条警察署、つばめ三条駅交番、化粧室、駅連高窓口が設置されている。1階設置の三条口とつばめ口の案内表かつて駅舎1階には漁師を放送地域とするコミュニティ FM 局、沿三条 FM 放送の本社兼スタジオが1998年の開局以来置かれていたが、2014年4月、 つばめ市大局のつばめ交通公園内へ移転した。移転後は、旧スタジオ及び事務所部分が閉鎖され、放送観覧スペースだった部分が、待合スペースとして開放されている。小さな台形は、谷川連邦と飯出連邦をモチーフにしている。開業当初は、写真のように茶色に塗られていたが、現在は、小さな台形部分のみ、白く塗り替えられている。 単式ホーム一面一線を有する地上駅で駅舎2階と接続する橋上構造となっている。島式構造のホームを有しているが北側の一面のみを使用している。構内には交換設備の設置を想定して南側にも線路を付設する用地が設けられている。在来線の有人改札口が存在しないことから無人駅扱いでワンマン運転列車は 先頭車両のみドアが開く自社扱いとなる。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を有する高海機で中央に通過本線を挟み、そのポイントは高速走行試験による時速4 3 0トルでの通過に対応している。スイカに関してはモバイルスイカ特急券と長岡新潟間のスイカ定期券に対応している。通常のダイヤでは 東京方面の列車は、島式本線側の12番線から発着する。外側の13番線は、臨時ホームとなっており、通常は、列車の停車はなく、ダイヤジェンジ等の停車、対比に使用されるほか、車両展示イベントで長時間列車を留置させる際にも使用される。乗り場2013年までは、2階北側の弥彦線、改札口手前で、 ニ津ツ駅の駅弁業者三神券と柴田三神券の調整による駅弁が販売されていた。詳細はこの記事の過去の番を参照。2019年頃よりニューデイズで三神券一部商品が少数ながら取り扱われている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は2215人である。また、 新幹線の1日平均乗車人員は1729人である。近年の推移は以下の通りである。山条口の茶色い二つの大きな台形は、八彦山と角田山をモチーフにしている、円口側のロードサイド店舗群駅舎を挟んで、西側が円口、東側が山条口となっている。各々に、ロータリーがあり、駅前広場やバス及びタクシープール、駐車場などが、 ほぼ同じサイズで設けられている。当駅は上越新幹線開通の際に新設された駅で、新幹線開通当初の駅周辺には水田が広がり、北陸自動車道、国道8号が通る程度で、商店、住宅とも少なかった。その後、2本の鉄道路線と3本の幹線道路に囲まれた高立地から開発が急速に進み、現在駅周辺には、 ロードサイド型の大型店舗が数多く林立するなど、三条、遠領市を中心とする、県央地域の交通、経済の要衝として機能している。遠三条駅周辺地域であることから、チェーン店舗の店名は所在する市に関わらず、ツバメ三条店と付けられるものが多いが、ツバメ三条という町名があるわけではない。北側には、北陸自動車道の三条園 IC が所在し、 当駅は日本一高速のインターチェンジに近い新幹線、停車駅である。駅前にはホテルが並び、国道沿いを中心に、郊外型商業施設、飲食店などが多く所在する。つばめ側には宿泊施設や、大型商業施設が多く、軒を連ね、イオン圏王店には、シネコンも併設される。また、イオンの道路を挟んだ反対側には、道の駅が存在する。 周辺のバス路線図。高速バス路線図、吉田、分水方面路線図も、山椒三条口のロータリー内には、新潟交通観光バス、越後交通の2社のバス停留所が設けられており、下記の路線バスとコミュニティバスが発着している。バス停の名称は、前社がつばめ三上駅三条口、後社がつばめ三上駅前だが、設置場所は同一である。 また、つばめ口広場のロータリー内には、つばめ市のコミュニティバス、スワロー号のバス停が設けられている。高速バス停留所は、ロータリー内ではなく、周辺の道路上に設けられている。旧ツアーバス路線を運行する各社は、山上口側近隣に、共同停留所を設置している。新潟交通、越後交通などが運行する一般の、高速路線バスについては、当駅出口近くに、 停留所はなく、高速道路上の三条園バスストップか、三条園 IC 出入口周辺の国道289号上の停留所が最寄りとなる。ただし、越後交通などが運行する大阪、京都柏崎、長岡、三条線は当駅周辺には停留所を設置していない。駐車区出店新幹線、ありがとうございます。